どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクスト、新しいね機体の方完成しましたんで、こちらをね演習場プレイしていきたいと思います。ガンダム WX です。はい、それじゃあね行ってみましょう。まあ、走行強化1がね完成してるんで、まあ、こちらをちょっと使っていきたいと思います。はい、それでは演習場やってきました。まあ、3回ほど実戦行ってきて2勝1敗という感じです。まあ、なんとなく武装の感覚も分かったかなっていう感じです。まあ、3戦目はねちゃんと1位も取れましたんで、はい、それではねやっていきたいと思います。機体スキルの方、ツインサテライトキャノンチャージ攻撃ですね。すいませんね。特殊攻撃2の残弾を全て消費して照射攻撃をすることができる。まあ、下入力して特殊にした時ですね。消費された残弾数に比例して攻撃性能が上昇で、攻撃ボタンを押し続けてる間はリロードが加速なんで、試しにやってみましょう。今あんな感じでゆっくりリロードされててますけど、こうやれば溜まるのが早いと。で、途中でやめたいなと思ったら、まあやめるとこうやってぶっ放しちゃうんですけど、途中でもしやめたければ残数ちゃんと残したままやりたければこう溜めてて、マニュアル射撃するときみたいにね構えればパッと止めれますんで、使わずにね。はい、それではやっていきましょう。まあ、回避した感じ、歩いた感じはこんな感じ。まあ、そんな速くはないですね。遅い方で、まあ、回避連続で入れるとこんな感じで、長押し回避で、まあジャンプした感じっていうのも変かな。別に何も変わらないんですけど、ジャンプした感じはこんな感じね。で、ガードすると、こんな感じでございます。はい、それではね行きましょう。攻撃確認こんな感じです。射程600のビームライフルというかバスターライフルとかね、射程の長い武装が結構揃っております。かといって接近戦ができないわけじゃなく、東部バルカンや特殊攻撃1のハイパービームソードの投擲があるというような感じでございます。さあ行ってみましょう。まずはライフルの方ね、600といえばね、もうかなりどっからでも撃てるってことなんでね、どっかこの辺り側でも撃てるってことだよ。結構中距離から撃ってればいいんじゃないかなと思います。まあ、近距離に持ち込まれたら持ち込まれたで、まあ、バルカンを撒いたりとかで、マニュアル行ったりとかさ、もしくは、まあ、接近されたなと思ったら、まあ、バルカン撃つもよし、まあ、すぐさまねこれ投げつけるとかね。特殊位置がね結構出が早いんで、ちょっと当たりにくさは特殊位置はあるんですけど、まあ、結構ね速度が速いんですよ。まあ、結構近距離でこれ投げつけられると意外と当たるんだよ。はい、それではね、どんどん次に行きましょう。とりあえず どうしようかな。特別な武装もパッと見た感じないんですよね。まあ、投擲の方はね、特殊位置はね当たるとこで必ず強制ダウンです。あとはなんかあるかな。ツインサテライトキャノン、とりあえずね、まあ普通に撃つとこんな感じで、最大限に貯めてぶっ放すとこんな感じでございます。あとはね、今空中にぶっ放してるから何も起きてないけど、まあ、地面にねちゃんと着弾するように撃てば、例えばですけどロックオンせずに、まあ、こう自分でね狙いたい場所を狙うってこともできます。例えば爆風で放みたいなとかいう時、例えば C エリアだと仮定して、どこかこの辺まとめて吹っ飛ばしたいなとかと思ったら、こうやればこんな感じで、ね、着弾した周りにわずかながらですけどこうちょっと爆発がね、爆風みたいなやつが発生するんで、あれで吹っ飛ばすことができるなっていう感じです。まあ、もちろん狙ったところに撃つもよしなんですけど、まあ、ロックもあえてせずにノーロックで、まあ、こう C エリアとかこう吹っ放すとかいうのもあります。まあ、でも直接ね当てた方がダメージはでかいんで、爆風とかで巻き込みで敵を倒すよりはこのビーム自体をしっかり当てた方が、まあ、ちゃんと倒せます。はい、それではね、次行きましょうかね。ハイパービームソードばっかりですね。はい、それでは行きましょう。まずはノーマルの方のこんな感じね。はい、それでは次行きます。で、前角、まあ突き飛ばすみたいな感じですね。で、左横角、右横角というような感じです。で、下角いきますか。
でまあ特集2を即打つとかいうのもまあ面白いですね。あ、ちょっとうまく当たらない時もあるけど、まあでも下切り上げた時なんかどうなんだろうね。特殊1の方がいいのかな、当たんねえな。まあまあどれがいいかはまたね、皆さんが作ってまあ乗ってみてください。はい、あとはタックルですかね。よし、じゃあタックル最後に見せていきたいと思います。まあ変わらないですね。そしてパイロットスキル発動した状態で、さあこれをぶっ放して終わりにするか。それでは皆さん、皆様ぜひね、完成したら乗ってみてください。